受験算数、頭を柔らかくして解きたい推理算です。では始めましょう。 A、B、C、D、E の5チームが総当たり戦をした結果、引き分けはなく A、B、C の3チームはみんな3勝1敗でした。この時 A と D の試合はどちらが勝ったでしょう。では解説をします。仮に A が D に負けたとすると、 A は残りの3チーム、つまり B、C、D 全てに勝ったことになります。しかし B と C も3勝1敗であるから、 A に負けた以外は全て勝たなければなりません。でも B と C の対戦もあり、ここでどちらかが負けているはずです。よって矛盾が生じます。 A が勝ったとすると特に矛盾はないため、 A が勝ったことになります。